各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。1回戦 A グループは今井が268のビッグゲームで準決勝進出、スコア202の岩見がワイルドカード候補となった。続いては1回戦 B グループ、北国のスーパーヒロイン大石奈央。こんなに緊張したっけなっていうぐらい緊張しました。優勝5回を誇る強豪大石がママとなって P リーグに帰ってきた。およそ3年ぶりとなった復帰戦でいきなりの決勝進出、変わらぬ強さを見せつけた。これには本人も手応えを感じたようで、対戦してる時ならではの緊張感も、はい、久々にすごくなんかしびれましたし燃えましたし楽しかったです。試合感も取り戻し、さらなる前進が期待される今大会、優勝も、ぜひ目指したいと思ってますので、まずはこの予選頑張ります。エンジェルスマイル浅田ディナー。決勝戦がちょっとボーリング的にも悔いの残るものになってしまったので、浅田ディナーが前回大会およそ1年ぶりに決勝に進んだ浅田だったが、終盤ストライクを続けられず結果は3位に終わった。ストライクが欲しいなとかってなった時にちょっとタイミング崩してしまったり、上に力がどんどんいってしまって、結構こう足が空回りしてるような状況が最後こう多かったんじゃないかなと思って。勝利の鍵は下半身の安定感、足が空回りしないようにしっかり重心も抑えられるように、落ち着いて投げられるように、そこを大事にしていきたいなと思います。レーンのスーパーモデル酒井美香。 P リーグを第一線から支える酒井だが、結構シックスショット頑張ってたのに、なんで今回だけ落ちたんやろ前回大会はそれまで17回中14回通過していたシックスショットチャレンジで24人中まさかの19位。通算100回という節目の大会で投げることは叶わなかった。悔しさを胸に挑む今大会のポイントは、本当にいつもボール選択でうまくいくか失敗するかなんで、そのボール選択ですね。最適なボールチョイスで準決勝進出を狙う。さあ、このグループ B、矢野さん、はい、グループ A でルーキーがすごいプレーを見せました。そうです ね今井双葉選手が268ピンというね、はい、ストライクを1フレームから第7フレームまでストライク続けましてした、はい、さあグループ B はどうでしょう。まず浅田里奈、綺麗なフォームであと残った。さあ、この今101戦ですが、はい、100戦での大石は、そうですね、大石プロが、はい、まあ、復活してきて、はい、いや相変わらずうまいなというところをね、感じましたね。わー、これは取りました。この大石が1回戦でしたが246叩きましたからね、はい、強かったですね。さあ、今日はどこまで伸ばしていけるのか。その第100戦で、はい、優勝決定戦戦ったのが優勝した縄プロ、はい、そしてこの浅田と大石の3人だったんですよね。はい、ちょうどだから優勝した、まあ、P リーグの初期メンバーの縄に代わって、はい、初期メンバーの酒井が、はい、キャスティングされたというようなね、そんな感じのこの B グループすごく興味深いですよね。そうですね。さあ、ベテランの酒井は、うわっと取れない。はい、ですね、この浅田がレーンに上がるのが非常に慎重になりましたね。そうですね、わー、一
ことか。ボールそのものも調子良さそうで、はい、すごく内容もいいですね、はい、うん、小川さん。はい、お手さん。浅田里奈ですが、はいはい、第一戦いいスタートダッシュができたと自分でも思いますが、うん、勝ちを意識すると体が固まってしまうんですと話していました。シリーズ2022はコツコツポイントを重ねないとランキングに残れないことを思い知ってしまったので、今回は第一戦のポイントをしっかりつなげていきたいですねと話していました。なるほど。あと石も取れない。酒井の2筆は最後の1本がなかなか倒れません。そうですね、3選手とも、はい、あのポケットヒットはしてますからね。ですね、はいはい、いわゆる厚めの4番ピン、薄めの10ピンと言われる、うん、その、はい、2パターンをちょうど残している形ですね。なるほど。さあ、大石。大石にこんなことがあった。さ、酒井の方は、はい、酒井が9本スペア、9本スペア。浅田がストライクが2振れきてまして、さあつなげるか。外から入りきれない。わ、ちょっと珍しくリリースミスをしたみたいでした ね、 今ね。あ、リリースですか、はい、おお。2振れでミスをしてしまった大石が、いいところにいった。ストライン。さて山さん、はい、これは基本的には、はい、あの2番ピンの右側に当ててピンで7番ピン、ボールで8番ピン、はい、この通りですね。なるほど、はい、今のいいとこ行きました、はい、綺麗にカバーしました。さあこれでスペア、ストライク、スペアという浅田。大石の方はストライク、ミス、ストライク。酒井は2振れまでスペア、スペア。さあここは、うわーっと、おっ、うわー、揺れたが残った。なんともこのグループ B は大石が、酒井が、厳しいスタートになりました。波乱の立ち上がり、この後どうなる。